こんばんは、麒麟の川島明です。今週も日曜の夜にゆるりとお話をさせていただきます。パートナーは、休みの日は、オレンジレンジの上海ハニーのリズムで反復横跳び、こちらの方です。いやー、楽しいんですよね、あれでね、リズム取ってやるのが。すごい数字も伸びます。天使向かいです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。そして、今夜のゲストはこちらのお二人です。どうぞ。どうも、さらば青春の光、森田です。こんばんは、松竹芸能所属、南川でございます。お願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、あれ連合軍で。いや、普通、おかしいただきました。はい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 、おかしい組み合わせじゃないですか。ありがとうございます。呼んでいただいて。いやいや、呼んでいただいたらありがたいですけど、はい、なんでこの組み合わせなのかっていう。はい、なんかね、はい、さらば二人ではないんですね。そうですね。はい。はい、さらば二人でもいいんじゃないかっていうのは。いや、さらば二人を、はい、ね、もちろんその私の朝の番組で、はい、ラビットに、はい、読んだところ、はい、まあ、炎上？炎上してくださいよ。炎上。いやいやいや、炎上。炎上。今の歴史が変わったと言われてるんですよ。はい。TBS にコンプライアンスはないのかと。いう、はい、今賛否、両論。まあ、マジでこう、ありまして、盛り上がっていただいて、はいはいはい。よかったんですけども、はいはい、ちょっとやっぱ寝言っていうのや、はい、コンプライアンスを重視する番組。ラジオの方がすんの？そうですね。この番組は品を大事に、ブレインスリープさんの提供のもとやってるので、ちょっとそこそうなんですよ。はい。袋ブレインスリープ使ってますからね。今、実は。これはちょっと、イメージダウンマイナス、マイナスプロモーション。スポンサーを。ブレインスリープさんって多分ニュースとか見てないと思いますそうなのとにかく芸人に優しい。はいはい、そうですね。だけの企業なんですけど、はいはい、まあ、ブクロさん呼びたかったんですけど、はい、そのブクロさんをラビットにこう招いた時も、はい、しっかり、なぜか朝モードで、はい。あらら。朝モード、はい、まあ、来たからにはね、森田くんがもうずーっとブクロ呼べ、呼べ、みたいな感じをやってて、はい、何に来たのよね。なんかそうなんですよね。荒くれ者の立ち振る舞いしてくれんのかなと思ったら、はいはい、なんか、しっかり保守的な立ち振る舞い。そんなわけないやん。はい。朝にハマろうとしてたんで。チャンネルあるんですよ。ブクロのチャンネル。ウェンツユーみたいな顔して、いやいや、淡い色のジャケット着て、やだな、おはようございます、みたいな、なんか、ちょっと起きに来たんで、そうなんですよ。はい、もうちょっと、失格ということで。失格、はい、そうですね。一発退場。ヒールで来てますから。なんで呼ばれたかをちゃんと自覚してなかったっす、ね。じゃなかった。ね、まあ、いやいや、本当に。なんか来週からも出ようとしてましたもん、だって。ああ、それね。なんかね、無難に残そうとしてました、ね、はい。そうですね。なるほど、それ一番良くないですね。良くないですね。そういったところが評価されて、ちょっと寝言には呼ばれなかった。うわぁ、あれって評価されて、マイナス評価。だからって、南川さんっていうのがおかしいっすね。あれ、南川さんで。はい、森田さんのポケモンでしょ、これ。そうですね。先生、はい、一番先輩です。本名この人がサトシなんですけどね。意外と知らなかったです。僕サトシなんですけど。ゲットされたサトシなんですけど。そうですか。そう、意外とこう、うん、まあ、森田君とはね、うん、朝の番組から、うん、もういろんなバラエティをご一緒してるけど、いや、意外と南川君と僕会ってないなと思って。はい、いやいや、そうですね。あんまりお会いしてないです。そうですか。川島さんの、ご結婚パーティーで。あ、そうそうそう。はい、で、システマやったんですよ。うん、システマやってくれて。結婚パーティーに呼ばれたの？そうですよ、呼ばれたんですよ、うん、僕。どういうこと？余興で？余興で、余興で。いろんな芸人がいてる中で、余興でやらせていただいて、お祝いさせていただきました。それも選んだ向井さん。あ、そうです、そうです。あ、そうです。向井さん仲いいんですか？僕、南川くんと結構仲良くて。そうです、はい。なんかさっきも聞いてたら、はい、結構、なんか向井が鍋やるときは、うん、南川を呼ぶって言って、うん、向井が後輩芸人呼ぶって、こんな芸人以外ないから。そんなわけないが。すごいな。そんなわけないが。そあの時ないが。鍋で女芸人書こうとする。鍋で女、そうそうそう、珍しくないか。そんなやつ。女芸人煮込もうとする。女芸人を煮込んで、締めてバカタレ。柔らかくして。柔らかくして、最後自分が使って5万円という。使って5万円。でも南川すっごい気に入られてる。ありがたいです。いやいや、そうです。あんまりね、後輩と家で鍋しませんから。はい、そうなんですよ。すごい楽しい時間です。もともと、ね、番組でご一緒してたんですよ。あ、そう。はい。スカパーのね。エロ番組で。ああ、はい、好きですね、向井さんも。そうですね。これ言ってしまうとね、あれは。僕は隠そうと思ったけど、スッと言ったから、エロ番組。いや、エロっていうか、まあ、ちょっと性に関する。そうですね。まあ、そうです。セクシー女優の方を呼んで、うん、どこでおしっこしたかっていうのを当てるコントみたいなのをしてます、向井。
何してんの、昔。ストッパーやな。もう寝言できんやろ。いや、違うんですよ。それは、ピーマンズスタンダードがやってただけ。どこがコンプラ厳しい、いや、知らなかった。俺もそんな事実を隠して、すみません。パーソナリティやってんのか、お前。いや、違います。すみません、ごめんなさい。申し訳ないです。そうやってました。いや、だからそう、南川さんはそういったアベマとかね。はい。すごい今引っ張りだこやった。いや、そうですよ。いや、ありがとうございます。南川とルシファー吉岡だけはアベマ。アベマ。アベマで家建てようとしてる。チャンスの時間。チャンスの時間。まさにチャンスの時間。同じ風貌で。はい。そう、それをなんかラビットのコマーシャル中にね。いや、森田さんが、南川が最近すっごい呼ばれてるんですよ。ありがとうございます。みたいな話を聞いたので、はい。今日のブッキングに至る。うわ、嬉しい。本当に本当に。いや、でもやっぱこの人とは僕あんま、そんなに一緒にいたくないというか。なんでやねん。出たくないというか。え？で、やっぱこの人って、そのなんか、松竹芸能の、その、言ったら、主要というか、悪性主要。あ、そっちの人物じゃん。ポリプです。いや、誰がポリプ、はい。めちゃくちゃ、松竹を良くしたいんだけど。悪玉菌なんで、僕は、もともと松竹さんね、お世話になって。お世話になって、ほんで、今もね、こうやって、自由に活動させていただいてるのは、松竹さんのおかげなので、そんな事務所をね、悪く言う芸で、悪く言う芸なんですよ。このスタンスがムカつくんですよ。松竹芸能にはお世話になって、いい会社ですっていうスタンスがムカつくんですよ。じゃあ、やめた、やめてんのおかしい。やめてるという事実があるのにも、ことは反省してるんですよ。やめて、どうかしてた。どうかしてたんです。やめて、やっぱりこうね、あの、外側から見た時、あ、なんていい会社なんだ。じゃあ、戻ってきた。いやいやいや、もうその門は開いてないですよ。松竹さん、それは、プライドあるわ。いやいやいや、ないです、ないです。セキュリティが。ないです、ないです。今のサラバの上から見たら、いや、もうその、もう塀の中にまたっていうのは、それも違う。塀の中って言ってもね、塀、懲りない。南川の懲りない面々。俺臭い飯食うてたんすか？俺臭い飯食うてたと。今までね、あの、韓国のバックダンサー、うん、荒引き団で、アイヒマンスタンダードでね、ちょいブレイク仕掛けて、はい、で、それダメで、はい、でその後、まあ、レッドカーペット賞実は2回取ってるんですよ、ヒマンズ。スタンダード。おー、すごい。そう。で、その時も行きかけて、ダメ。ダメで。ダメでした。で、まぁ、システマで。システマで。今度こそ行くんかなと思ったらダメで。今、松竹の悪口でちょいブレイクしてる。そんなことあります？ 4 度目。全部使うねや。4度目です。4度目。4度目です。準決勝4度目。4度目。怒ってほしい。これで行ききらんともう帰るとこない。もうないです。これ最後です。本当にないです。これはもう最後です。もう最後。排水の陣。排水の陣です。いい事務所でしょ。いや、いい事務所っすよ。いや、本当に。知らん二人が言っても納得できないです。視聴者が。ツイートとかでもね、なんかその松竹のコンテストみたいなのにも文句言ってませんでした。いや、あれ、学生のやつ。学生のやつなんかやってる。ちょっと詳しく話を聞いていいですか？どういう経緯？事実。事実だけ言いますよ。その松竹芸能が学生芸人を応援しようということで。素晴らしい試みだ。賞レースを立ち上げたんですよ。松竹が。松竹が。はい、いいです。で、荒削りっていう賞レースなんですよ。はいはい、もうその名も。その名も。で、ポスターがあるんですけど。で、こう、説明文のこと下半分使って、松竹芸能はあなたの夢をサポートしますみたいなこと書いてるんですよ。まあまあ、その時に僕はなんか、いやいや、夢サポートしたことないのにって。いやいや、あるよ。これサポートしてもらってた。お前なんかされてないからやめたやろ。やめせよ、お前。話が。ごめんなさい。静粛に。すいません。ごめんなさい。まあ、ちょっと重たいね。ちょっと重たいです。でもそこは、個人の感想。慌てることはないんですけど。まだ慌てる時間じゃない。真ん中にデカデカと、賞金がかかるんですよ。荒削りの賞金。荒削りの、言うたらもう、学生芸人の夢の。全力でサポート。全力でサポート。しますよ。全国で。さあ、おもろいやつ集まれ。賞金。はい。5万。ええやろ学祭より安い。学祭の1位。学祭のお笑いコンテストより安い。で、5万なんですけど。5万円でサポートします。はい。俺、ちょっと、卒業のおかしだと思ったんですけども。いや、あんたが言うことじゃない。いやいやいや、お前の5万使ってねえ。いや、ちょっと気になったんですよ。ノイズが走ったんですよ。ノイズ。ノイズが走ったんですよ。また松竹にかけて。で、もっとよくよく見ると、すごいその5万円の下にちっちゃい文字で、エントリー費500円って書いてます。ちっちゃい。かろうじて。あの、インターネットの契約みたいな。後から言われても、高齢の方を騙すやり方が。騙すやり方、NDD5 万って書いてたんですよ。それはさすがにおかしいなと思って僕はつぶやいて、おかしくないかこれっていうことでつぶやいて、僕自腹で5万出したんですよ。え？腹立つから。プラス？プラス腹立つから5万で。南川賞。恥ずかしいと。松竹芸能恥ずかしいことしてると。俺、儲けてないけど出しますわ。じゃあ、そうなんです。それはいいよ。じゃあ、って言う権利あるわ。そんなことせんでええやん、別に。なんでやねんな。そのなんか、そこで粒立てて、なんか松竹が恥ずかしい思いするじゃないですか。
ねえ、うん、半分は南川がスポンサードしてる、はい、そうです、僕がスポンサーだから、スポンサード南川プレゼンツ、そうですね、僕がだからエンディングで乗り込んであ、行った実際、行きました、実際、さすがに実際5万丸ごと5万持ってった、で当日その日ヒコロヒーと仕事やったんで、ヒコロヒーにも言って、ヒコロヒーが無理やり1万円私出しますわって言って、11万6万ですよ、他のなんかスポンサーもう一人なんか僕らが言うことで、企業がもう私も5万出しますって言うと、え、クラウドファンディングみたいな、すごいすごいすごい、で僕は祝クラウドファンディング、そうです、何が荒削りやろもらえへんって、はい、高校生がキャンプファイヤー結果だから11万持ってちょうど中途半端あ、11万、あ、だから松竹の5万プラス5万プラス11万、僕は11万持ってる、上回ってるやん、26上回ったんですよ、だから上回ってエンディングでもう乗り込んだ、貸しやろ松竹みたいな、いやいやそんな、うわーって盛り上がるから、誰なんて話やから、そんな新日みたいな展開いらんのよ、驚く優勝者が決まったと乗り込んできた、はい、おかしいやろお前ら、おかしいやろこれ、この大会おかしいやろみたいな感じで言って、うん、うわー盛り上がるかなと思ったんですけど、うんうん、ちょい滑ったんですよ邪魔やってお前やめろよ松竹、いやいや、もういや、邪魔やめたら嫌がらせできないじゃないですか、いるから内部にいるから、シロアリ、シロアリ頃、本当にまさに内部から崩壊させようっていう、はい、昨日アメトークのタッチトーク見てたら、松竹を抱えたまま俺は一緒に地獄まで落ちるっていう、地獄も終わるのしうろともシリュウみたいな、すごいシリュウ精神がやってるやん、もうだから売れたりとかないんですよ今の夢は何ですか、松竹を抱えて一緒に地獄まで地獄行かない、なんそれなんだ、最後いや、行きたいんだよ、アトム、いや、もうこれはもう僕の人生を僕の人生かけるテーマなんですもう命題、命題になったんです、素晴らしいですね、やっぱり目的がもう、はい、いや、でも、すごいんでしょ、はい、奥様も今、奥さんが今ちょっと奥さんがブレイク仕掛けてんじゃないですか、すごいらしいですね、奥さんがもう本当にジュニアさんとか、うん、ね、はい、佐久間さんのとか YouTube 見ましたよ、東野さんにこう DM を送って、うん、インスタの DM を直接です、送りつけて、直接送りつけて、うん、南川をよろしく、南川おもろい、そんなパターンいないよ、いやいや聞いたことない、うん、いよいよだから奥さんがもう私が行くしかないってなったんでしょ、ね、なってました、だから昨日もそのアメトークの見ながら、うんうん、あの、赤字さんやっぱ編集うまいわと思いました奥さんが、奥さんが、え、奥さんが言ってました、自らもうつまんでないと思うけど、はい、誰かがやってそうなもんでしょ、だから知らないですから、はいはいはい、知らないですよ、業界人ぶりたいですよ、はいはい、でも梶さんにも直接、うん、はい、今度は撮ろうと、ただ梶さんがその DM できる媒体がないと、うん、そう、 SNS やってるだからそこを詰めてるんですよ、だこの前藤井健太郎さんに DM してたんですよ、この間水曜日のダウンタウン、水曜日のダウンタウンの南川の妻ですと、ツイッターやってるから、ツイッターやってるから DM 送って、うんうん、正式に断られてた断りが入った、断りというか、まあ、まあみたいな、ノリトマト、向井さんもですよ今、うん、向井さんも各局プロデューサー、それこそ梶さんとかにもう、はい、1日1個企画書を送るという、はい、もう今年はもう売れたくて仕方ないんで、今年は売れるんですって、めっちゃ今年売れるって決めてやってるんで、もう知り合った人もバンバン企画書送って、うん、使えっていうメッセージ。嫁とマインド一緒。だから俺と嫁、本体がやってるから。俺と嫁合わせない方がいいよ。パンって消えるから。もう正面衝突。正面衝突。DM と DM がぶつかって正面衝突。消えてなくなりますから。類似。もう企画書だらけで家。そればっか送ってもう。企画書で今ケツ吹いてるっていうのが。はい。ステー企画で。ボツで。ボツ作で。なるほど。それはいいですね。それはすごい。それもすごい頑張っておられますね。ありがたいです。ちょっと今日はこんな4人でお届けしましょう。はい。それでは参りましょう。ブレインスリーププレゼンツ、川島明の寝言。改めましてこんばんは、キリンの川島明です。天使向井です。さらば青春の光森田です。南川です。この番組は普段はジャケット仕事の多い私川島がトークにパジャマを着せて寝言のように気を張らずゆるりとおしゃべりしていく番組でございます。ということで今夜は異色の4人でお送りします、はい、よろしくお願いします。森田君はでもこのラジオ実は1回出てもらってまして、はい、そうっすわ、はい、電話でね。そうですね、もう完全にサプライズ電話で、見取り図の回です、ね、見取り図がゲストで、はい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 、なんか電話急にかかってきて、うん、
あの森山がしりとりしようって言ってただ楽しくしりとりして終わりましたね。まあこれを説明しますと、はい、見取り図のお二人が東京進出引っ越したところやったから、あの今から自分の信用する相手に急に電話かけてしりとりしろ、うん、でしりとりの間に例えば自分が欲しいもの、はい、まあ、リリーやったらテレビが欲しいです、うん、はいはいはい、でじゃあ信用できる人と日本の社長のケツに電話して、うん、はい、しりとりで5ターン以内にケツにテレビって言わせろみたいな、うんうん、5ターン以内か、なるほど、はい、だからもうずっとリリーは手、はい、なんとか 手、はい、手攻撃する、はい、で、まあ、ケツは最後の最後にテレビっていう、ね、うん、めちゃくちゃガチで盛り上がる、はい、これ盛り上がる、確かに、はい、で森山さんは、はい、いや、 やっぱり森田に電話しますって電話したんですけど、はいはい、普通にしりとりを楽しみだして、ね、森山が空気清浄機、空気清浄機、うん、で、うん、俺が答えれば、はい、取れるんですね、はい、もらえる、はい、森山は最後空で終わる言葉ばっかりやってたんですけど、はいはいはい、俺やったら空攻め来るなと思って、はいはい、俺がね確かねククで返したんですよ、うん、ククね、はい、そん時気持ちよかったっすね。空返しね。空返しね。やったら空で来るなと思ったから、空空で返して、みたいな。楽しいよ、楽しい。そう、それで来る。で、あいつがクリックって来た。ああ、また来たね。ああ、なるほど。クイックとか言って、ただただおじさんのしりとりが地上波で流れてしまった。流れてしまった。楽しい。これ良くないですね。これは良くなかった。知らんからね、俺はだから。まあそうね。そりゃそうね。それで出ていただいたんで。はい。そうそう。それ以来ですね。それ以来ですよ。なるほど。本当に。でも仕事一緒になったも東京来てからやもんね。そうですね。俺ともね。はいはいはい。ちょこちょこ。まあラビットでお世話になってとか、あとは川島さんが、MC やられてる、なんか大切な人にネタを作るみたいな。ああ、はい、そうだ、はいはい、番組で僕が、はいはい、ロケ行かせてもらってみたいな。オリジナルラフっていうね、はい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 、番組があって、はい、そのお世話になってる人、うん、だ森田君は、うん、あの時は、うん、だお金借りてる人やった。そうっす、同級生100万円借りてる同級生の中学の同級生にあのネタを作るみたいな。その人一人のためにネタを作る。で久しぶりに会って言えないこともちょっとネタとかに取り組んで、うんうん、コントでやるっていう、その番組、もうこれ気合い入った番組やったね、うん、俺と風間くんでやったね、はい、ジャニーズの、うん、その一発目トップバッターがさらば青春の光で、うん、はい、答え出しすぎというか、もうおもろすぎて150点ぐらい取った。いや、ありがたいです。80点ぐらい取れたらいいね。いや、でもお笑いと感動ってむずいよってなったら、もう来てる人はもう泣くは笑うわ、うん、ストーリーもめっちゃおもろい、ほんと普通にめっちゃおもろいコントで150点ぐらい出して、これを超えられないということで番組が終わった。そんな、いやいや、ちょっと無理やろあれ。伝説ネタかったんだ。ほんますごかったのよ。そんなおもろいこと。マジ川島さんがスタジオで泣いてたんすよ。そう、笑いながら泣いてくれた。最高じゃないですか。そう。すごい。終わりですでも。終わり。え？良すぎてもそう。僕らと三時のヒロインの2本立てみたいな感じ、はい。確か三時のヒロインちょっと薄めで。薄め。おい。言ったんだよ。薄ないんやけどね。薄ない。そう、薄ないで。さらばが強すぎて。はい、でもそのなんかほんまケバブとか食べた後に京都のお出汁のお出汁。そうですね。そっちの、そっちの、うん、まあまあまあそっちのうまさはあったんで。そうですよ、そうですよ。かわいそう。さとかもこれ無理だと。出過ぎた。出直しますって、うん、その企画自体はちょっと言いました。なるほど。いや、ありがたいね。仕上げるという。はいはいはい、はい。なんだ、一番最初はダメってことですね。だから企画でね。うん、さらば。ちょっとさらば読んで。強すぎる。強すぎる。そんなことない。一番最初は全力でやっただけです。最後に。それは。よくないやりすぎてるんですよ。YouTube もいろいろやりすぎて。やりすぎよな。やりすぎなんですよ。やりすぎではないですよ、別に。もうなっセーブする気はないんですか。いやいや、一応、いや、なんかいただけるうちは、いただいといてって、結局減ってくじゃないですか。絶対に。まあ、この先。はいはい。この先減ってくから、で、今はとりあえず露出しといてっていう。なるほど。違うお仕事をいただけたらなっていう、やれること全部やる、全部やりたいなと。はい、そしって言えば別にラビット卒業でもいいですよ、別に。いや、まあラビットあんな金使う番組ないですから、まあね、はいはい、そうかそうかそうか、はい、もう本当に森田にとって一個の得もない。ラビット安すぎるから、はい、ラビット腐るほど出してもらってますけど、はい、ラビットで使った金とギャラ天秤にかけたら、はい、使った金の方が高い。なるほどな、そうそうやな、そうですよ、 4,5 倍高いです。多分ほんまに申し訳ないけど、ほんまなんかずっとようわからん台に金入れてるみたいな。当たるかどうかも。いや、当たってるけどみたいな。当たってる。釘もない台。釘もない台。釘もない台。ボルジュグと一緒に行ってくださいとか言われて。何ですか、ボルジュグと一緒にロケ行って、メガネとかもかけたらなんか20万ぐらい使った。そう、使いましたね。十何万使ってみたいな。十何万使ったけど、もう我々スタッフと MC の私からしたら、少ないな。もう慣れすぎて、もう慣れすぎてな。慣れすぎて、そう、慣れが一番怖いですから。
ここで一曲お聴きください。今年もあらゆるロックフェスの会場を熱くさせるのかな、石田陽子で乙女のポリシー。川島明の寝言。この番組はブレインスリープの提供でお送りします。ブレインスリーププレゼンツ川島明の寝言。ブレインスリーププレゼンツ川島明の寝言、麒麟の川島明です。天使向井です。さらば青春の光森田です。南川です。今日集まった皆さんにちょっとお尋ねしたいんですけども、ゴシップはお好きですか？もう我々ね、はい、もう我々は主食です。はい、はい、もう米より好きです。それで飯食ったゴシップが服着てるだけ面白ゴシッパーの2人着て歩いてます。僕は、まあ、我々芸人みんな好きじゃないですか。好きです、はい、好きです。ということでゴシップ好き4人が集まったんで、うん、今夜はこちらの企画、うん、はい、見出しを考えよう弱ゴシップ会議よ。なんだ、今からそれぞれが一人ずつ、はい、まあ、どこでも話せへんようなしょぼすぎる、うんうんうん、なんかゴシップを発表します、はいはい、でも普通に話しても、まあ、ネットニュースにもなりません、うん、でも最近そうじゃないですか、うん、普通の話を見出してグー引っ張って某、はい、芸人が立てついたみたいな感じやけど、うん、はいはいはい、全然知らないやつが全然知らないやつにタメ口使ったぐらいのことを釣ってくれ、釣り、はいはい、釣りね、釣り記事あるじゃない、うん、ありますあります、うん、これそれをこれを聞いてる、うん、芸能各社の皆さんに、うん、釣られていただきたいという。なるほど、あえて釣られていただきたい、はい、だから我々はもう普通だったら人前でも話さんよ、うん、怖いネット、うん、はい、まあまあ記事、はい、ゴシップを言っていただいて、はい、で聞いた3人がちょっと引っ張れるような、はい、この記事のタイトルをつけてあげる、はい、なるほど、ヤフーニュースになったら勝ちっていう、うん、なるほど、うん、なるほど、うん、嘘はダメですよもちろん、はいはいはい、噂はいいけど、あ、はいはいはい、完全にお前それ嘘やもん、うんうんうん、それダメなんですね、まあ、ダメですね、噂段階だったらダメですね。みんなで協力してゴシップの卵を育てようじゃないのという、いろんなゴシップはもうありますからね、うん、ありますね、あるそれ向井さんから、はい、いいですか、しょぼいゴシップでいいですね、うん、はい、はい、いいですか、噂なんですけども、ウーマンラッシュアワーの中川パラダイス、ちょっと大丈夫かな、はい、ちょっと怖いですね、うん、今中川パラダイスさん、うん、夢がありまして、うん、今の夢、はい、ジャンソーを経営するっていうのが夢です、はい、ええ最新はそれなんですか？最新はそれなんです。あれ、一時声優さんになりたいっていう。そうなんですよ。声優さんで、しかもそのアダルトアニメの声優さんになりたいって言って、養成所も通ってたんですけど、ね、はい、もう今、紆余曲折あって、雀荘経営し、不労所得で食いたいって言って。なるほど。これはでも、いいんじゃない、はい、いいサイズの。はい、もちろんこんなもん、うん、ヤフーさんとか、芸能士が取り上げてくれるわけね。はい、そうですね。そうですね。はい。まず川島さんのこちら弱ゴシップ見出しをお願いします。落ちぶれた漫才王者いよいよリーチか。うわー、怖い、ね、これ絶対にめちゃくちゃ怖いし、うん、開けちゃいます。なんかやっちゃったんじゃないってなるけど、ね、中川がジャンソーやりたい。うん、嘘ついてないもん。そうですね。リーチかっていうのね、うん、別になんか過去なんかあってもう一回みたいなことなのかもしれない。しぶれた漫才王者って誰やったっけ、うん、なります。で、リーチってことは、うん、みたいな。はい、雀荘を開きたいっていうだけ、はい、別に。これフリックはするんですよ、これ。はい、これは、そうか。パラダイスの顔が出てきて、うん、文字読んだら雀荘警戒って、えー。なる。俺らでも釣られるよ、これ、はい、何がリーチなんってなる。漫才王者って強い単語ですね。いや、そうですね。はい、で、M1 チャンピオンも入るから。はい、そうなんですよね。うん、ザ・ワンザイチャンプですか、うん、それいいんですかね、これ。いきますか、はい。じゃあ、ちょっと南川さんの弱ゴシップ見出しをお願いします。本当にこの、あの、賞レース優勝者、
新事業進出。うん、ああ、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。そういうことですよね。そういうこと、そういうこと。そういうことですよね。あの賞レース優勝者の時点で。うん、あ、誰やね全員与えもらえますから。20組くらい優勝者しか。新事業新事業っていう形で、ね。いいですね。あれ、そういうこと、そういうこと。そういうことですよね。じゃあ、森田さん、よろしいですか。はい、森田さんの弱コシップお願いします。声優が集まる雀荘、パラダイスオープン。勝手なこと言ってる。めちゃくちゃ。勝手なこと言うてますね。集まらへんやん。わからんか。パラニーは声優に憧れてたから、うん、声優の知り合いも多分来るだろう。なるほど。あ、でもそっちな、はい、そう。で、二次元を今、引き込めば、はい、なるほど。めちゃくちゃね、クリックしてくれるんじゃないかい。声優が集まるは強いか。はいはいはい、声優っていうワードはもう相当。はいはい、店の名前決まってるやん。それ、五大広告ならない。雀荘パラダイス。はい。なりそうやけど。なりそうね、なりそうね。確かに、ね。パラダイス雀荘。いい見出しでございます。いい見出しですね。出てきましたね。はい、じゃあ私の小さいニュース、ゴシップ発表させて、はい、じゃあいただきますね。はい、まあ、この番組でも、たびたび近況を報告している、ソラシドの本坊さん。あ、本坊さん。ソラシドの本坊さんなんですけど、うん、今山形の方で、そうですよね。住みます芸人やられてまして、はい、ですよね。まあ普通にテレビも出られて、うん、ロケも大好評、うん。で、今畑やられてるんですけど、あ、ですよね。農業やられてるんですけど、はい、それが山形雪が、まあ積もったり、はい、まあ我々がね、東京で暖かく過ごしても山形雪っていうことが多いから、はい、先日半年ぶりに、やっとこう、畑に手を出すことができた。はい、雪がやっと溶けてできた。はい、で、あの人、YouTube でその畑の農作業を撮影されるんですけど、はい、その時にキャラをつけたいって言って、うん、バットマンのジョーカーの姿、うん、あ、ジョーカー、はい、顔も真っ白にメイクして、はい、ピエロみたいに口をブワーってやって、そのジョーカーになりきって、はい、畑作業をするという、うん、まあ何周してその結論に至ったか分かんない。すごいじゃないですか。めちゃくちゃ怖い。めちゃくちゃです、それは。ちょっとスーツ着て、うん、笑いながら農作業するという、うん、まあ何周したのか分かんない、うん、それをやられてたんです、はい、そういう YouTube 見てください、はい、皆さん、はい、それ実際やってるんで、面白、はい、ただそれのキャラを半年ぶりにできるということで、はいはい、喜んで、うん、農作業やられて、はい、で農作業汗かきました、はい、でその農作業で使った服とか、はい、まあそのジョーカーの服を洗濯機で洗ったら、はい、なんか黒いもんがわって浮いてきたから、はい、あれなんか、キクラゲが浮いてきたと、はい、キクラゲが浮いてきて、はい、なんやこれと思って取り出したら、はい、コウモリやったんですか。いや、すごっ。すごない。もうついに、ほんまに、あいつ、ジョーカーになったんです。バットマンからね。あ、すげえ。メッセージが。すごい。めちゃくちゃ、そんなことあんのって。ああ、ああ、これ、なんとか俺記事にしてあげたい。なるほど。めちゃくちゃ面白いやん。これは面白いですね。すごいな。すごいでしょ、これ。うん、ちょっと待って。あいつ、ほんまにジョーカーになってるんですよ。いや、すごいな。これを記事にか。これをか。これはね、なるほど。いや、これは、はい、あー、素晴らしいんですよ。いや見出し次第ではいろんな人取り込めるんかなと思ってね。確かにな、まあ、田舎なんでコウモリなんか現場でもおるんです、はいはい、まあ洗濯機いたのかもしれないです、うん、もともとね、うん、なんやろうな、これはむずいな、まあ、話としてね、ちょっと完成してしまってるんですけど、ね、はい、うんはい、向井さん、じゃあ今の話に見出しをつけてください。はい、一人の男が山形をゴッサムシティに変えた。ああ、そうですね。はい、たまにあるヤフーのこうインタビューみたいな、うん。そう、そうですね、うんうん。これ多分なんか成功したなんかエンタメパークとかを作ったとような人のインタビューっぽいんですけど、変えたどういうこと、まあファンも多いじゃないですか。うんうん、そう、ゴッサムシティってワードでね。うんはい、そこでチェックしたら、うん、コウモリを選択したって話。最高じゃないですか。最高よ。最高ですね。そうか。嘘はついてないから、ね。はい、ついてないです、はい。バットマン現象起こっちゃってるんで。うんはいうん、バットマンとジョーカー出ましたから。一、うん、人の男がですね、うん。南川さんお願いします。はい、今のゴシップにタイトルを。あの DC コミックも目をつけた。うん、あの芸人が、バットマンを実写化。実写化や。実写化したんで、もうあれで。バットマン実写化。実写化。これは、世界が注目しますから、ね。やっぱり、全部出てるんでね。うん、ジョーカー出てるし、うん、あのコウモリ出てるんで、うん、コウモリ実写化っていう形で。うんこれ素晴らしいです。強いね。さあ、森田さん。はい。お願いします。たまに、うん、恐怖を煽る、はい、見出し。あるね。あなたの家も危ない。洗濯機にコウモリが入る危険性。いきなり、そっちでね。そっちや、そっちや。主婦とか。主婦が来る。あれって本当は来ない家庭の医学みたいな。あるある。はいはいはい。漏電の危機とかね。あるよね。絶対クリックせざるを得ないよね。なんか、これどういうことみたいな。キャンプでガスコンロ爆発するみたいな。
見とこうみたいなね。あーあるってクリックしたらジョーカー姿の。もうワンクリック詐欺ですよ。そんなもん。努力でしょ。ずれたずれたクリックする場所あるけどずれると。あそっちが、そっちが、そっち方向もいいじゃないですか。あるね。全部記事してもいいじゃないですか。はい。さあ、それでは南川さんの、私のゴシップをお願いしていいですか。これはまあ、松竹芸能になるんですけれども。松竹のゴシップ。大丈夫ですか、それ普通に記事ならないの。あの、吉本興業だと、例えば打ち合わせ場所とか、あの、やっぱりあの、本社がすごい広くて、あの、学校の校舎じゃないですか。そうですね、元小学校なんで。だから、あそこってもう部屋も何個もあるし、スペースがあるから、こう、打ち合わせし放題っていうか、正直ありがたいです。ネタ作りもできるし、YouTube 撮影もできるし。はい、そうです。でも、松竹ってないんですよ。今、劇場が。なくなっちゃったんで。今。劇場もなくなりましたから。で、今の養成所って言われてるところが、あの、一応新宿にあるんですよ、一つ。はい。そこのスペースがもうみんな取り合うんですよね。芸人みんな。稽古場として。稽古場として。なるほど。稽古しないといけないですから、取るんですけど、あの、最近発覚したんですけど、絶対取れない時間帯があるんですよ。この時間帯だけ絶対取れないんですよ。おかしいじゃんって思って調べたら、あの、子供の空手教室に貸してたんです。全然知らん子供の空手教室に使ってて、なんか確かにミットみたいなのがあるんですよ、養成所に。いらないよね。いらないミットみたいなのがあって、このミット何やろうと思ってたら、あの、キッズ空手教室に。普通に貸してんねん。貸してたっす。レンタルスペース。レンタルスペースです。いや、多分なんか知り合いにいたんでしょうね、社員の知り合いに。まあ確実な収入やしね。確実。芸人に貸してもお金売れへんからね。空手キッズたちも抱えて地獄に行きたいです、僕。あ、これも抱えんの？夢あんねん。俺こそ夢あんねん。5万円あげろ。空手キッズ。おい、南川藩やってあげろよ。すいません。すいません。それだけあるんですよ。素晴らしい。いい見出しお願いします。いや、いいです。これだけはクリックしてほしい。この話だけではね、クリックしにくい。そうです。これどうか見てほしいです、みんなに。ちょっともう僕、うん、さっき言っていいですか？もちろんです。はい。どうぞ。松竹配給映画、ベストキッド禁止ああ、なるほど。いやいやいや、それちょっと。それはさ、その名もコブラ会。申し訳ない。それクリックせえへんやん。松竹ベストヒット。松竹ベストヒット。見たいよ。なすなか友情出演。いやいやいや、もういらんねん。松竹配給会社。森脇さんのジャブから始まるいやいや、松竹配給会社で松竹芸人行ったらなんか冷めるんですよ。やめてください。はい。じゃあ俺いいですか？はい。まあ空手っていうのをどんな感じで言うかということですね。どうでしょう。あの松竹がまた手を出した。この攻撃でテクニカルノックアウト。ああ、いい。うまい。いいな。これうまい。うまいです。あの松竹がまた手を出した。手を出した。何にと思ったら、この攻撃で。いいですね。TKO。うわぁ、これいいです。ただ、絶対釣りやろなと思ってましたけどね。釣り、どういうの？いいよ、いいよ、押してあげるよ、みたいな。1円ぐらい、1円ぐらいやるわ。釣り中の釣り。だって、ピンキョさんが何かやったら、もっと書いた方がクリックしますもんね。ぼやかす必要ないからね。ぼやかす必要ないですから。また手を出したいいなまたっていう。またっていう。ま、いろんな事業を言ってるもん。別に、あの方は言ってるわけじゃない。あ、そうですね。あ、そうですね。そうそう。確かに。そうですね。確かに。あ、これ、めちゃくちゃいいな釣りっぽいね。釣りっぽいですね。そうか。よし、できた。そういう感じで。はい。お願いします。はい。松竹が次に育てるのは、黒帯ちゃんです。いいいいあ、でもクリックするわ。どういうこと？黒ちゃんって書いてるけど。黒ちゃんじゃない。黒帯ちゃんなるほど。うまい。これはうまい。うまいななんか、アイドルもプロデュースしたりするじゃないですか。そうですね。だからなんか違う事業もみたいもある。ああ、これうまい。黒帯ちゃんで。黒帯ちゃんで。すごいですね。これできます、これは。ほんまにいい見出しになってきたな。いい見出しになりましたね。はい。B級映画のキャッチコピーみたいな。そうそうですね。なんか、考えてて楽しい。そういうもんなんだな。そういうことですね。それではもう社長に。社長。社長はでも、弱ゴシップあんの？いやいや、弱、もう本当に。今日しかないです。弱なんですけど、やっぱ私のあの、盟友、バイク川崎バイク。BKB さん。BKB さんと、やっぱりこう、夜な夜な、なんかね、コロナ前とかのお姉ちゃんを探し、あれしてたんですけど、ま、ある日、バイクさんが、いいなって思う子と、ま、ちょっと宅飲みみたいになって、で、芸人何人かも飲んでたんですけど、ま、芸人も気使って、女の子も気使って、ま、バイクさん家で宅飲みしてたのですけど、みんな帰ってったんですよ。で、バイクさんが狙ってた女の子とその子が、バイクさんが一緒に、あら
って、うん、ツーショット。その子だけ帰らなかった。なるほど。これはもうチャンス。いよいよ行けるかなってなったんですけど、はい。がばって行った瞬間に、ちょっとすいません。え、なんで？最近、飼ってた犬が死んだんで、そういう気持ちになれないですって言って、エッチ断られてました。いや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 。夢中？はい。夢中断り？あるのかな？なんでじゃあ、できたんや。なんで残ったんや。で、じゃあ、なんで残ったんや。なんで残ったんや。延々説教したらしい。いやー、あかんやそれ。説教はあかんや。寂しかったよね。はい、ワンちゃんが亡くなって、誰か心を埋めたんだけど、ただ、行動には、普通見てるとまだ。はい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 。そうあの子が見てる。うん、そうな、うん。じゃあこんなとこも来たらあかんでって言ったらしいですよ。優しいな。優しいならっていう。なるほどな、はい、これは。犬が死んだっていう理由で、断られた。初めてじゃない？はい。うん、初めてですね。その理由。断られ理由は初めて、うん。でも確かにいい手なのかもしれないですよね。ああ、教わる手としては。そうそうそう。強くいけないから。ちょっと冷めるしな、はいうんうん。そうですね。ちょっとね。はい。うん、親とかだと、ちょっと重すぎるし、うんうん。付き合いたかったんかもな。もしかしたら。それを言った時に一緒に泣いてくれないかっていう。はいはいはい。なるほど。そしたら説教した。確かに説教した。説教した。こんなとこ来たらあかんで、ね。風俗終わった後に言うやつやな。で、みんなが帰るタイミングで帰らなあかんで、ね。はい、それやったら。そうなんですか。まあ、わからんではないけど。はい。なるほど、それを見出しで。それを見出しにな。うわぁ、それは。シンプルに、これは釣れますよ。はい。本当ですか？はい。吉本芸人、犬をかわしてバイク事故。あーあー、それシンプルに釣れますよ。すごいなぁ、うまいなぁ。はいはいはい。これはもうシンプルに心配で開きますよ。そうですよね。バイク乗ってる芸人さん多いから。はい。いいなぁ。うんうん。なるほど。いや、BKB が抱けなかったって話とは思えないよね。そうですよね。うん。はい、いいですか？はいはいはい。はい、いいですか？はい。まあ、BKB、まあ、はい、今、小説も。そうなんですよ、ね。それこそ、はい。そうなんですよ。だから、この見出しが今、うん、タイムリーじゃないかなと。うん、世にも奇妙な物語作家芸人、夜にも奇妙な物語。あー、ま、いい。いいなうまい。うまい。それさ、もう、うんはい、サングラスでおなじみみたいなつけといて。ああ、本当だ、ね、タモさんに。タモさんにもちょっと。うん、ああ、なるほど。奇妙な物語、はい。うん。そうだ。のサングラスの、あの人。のサングラスのあの人だ。下手くそ。変なトッピングしてもうた。世にも奇妙な物語芸人の、世にも奇妙な物語。え、これちょっと待って。サングラス。全然覚えてない。何、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 あのね、あのバイク芸人。聞こえてないふりできずっていう。聞こえてないふりっていう。電話をしてない。電話をしてるふり。あ、電話をしてないふりか。電話をしてるふり。そのタイトルができなかったよ。小説のタイトル。はいはいはい。すいません、ごめんなさい。うん、あのバイク芸人って書いて持ってる。もう言ってるやん。言ってるやん。誰がこれめちゃくちゃ、これめちゃくちゃ難しい。確かに。これめちゃいや、難しい。すいません。申し訳ない。これぐらいネットニュースの方々も苦労してるということ、うん、こういうことですか。なるほどね。でもこれめっちゃうまいですね。これだからもう向井さんにしましょう。世にも奇妙な物語のサングラスのあの人。これすごくないですか？世にも奇妙な物語。のサングラスのあの人、世にも奇妙。夜にも奇妙な物語。うわ、すげえ。これめっちゃいいなぁ。タモさんがなんかスキャンダル起こしたんですか？うん、そうですね。唯一初めての。はいはいはい、はい。ええと思ったら、BKB が女化けへんかっただけの。化けへんかっただけのね。そもそも世にも奇妙な物語やってたかどうかも。世間の人知らんから。わかんないです。なんでこれが BKB なんだっていう。確かに。のありますから、ね。まあでも最近話題になりましたしね。ヒーヤン。はい、ヒーヤーしました。面白かったですね。ありがとうございます。以上、見出しを考えようジャクゴシップ会議でした。ブレインスリーププレゼンツ川島明の寝言。ブレインスリーププレゼンツ川島明の寝言。キリンの川島明です。天使向井です。サルバ精神メカリ森田です。南川です。はい、ここからこちらのコーナーです。グッドスリープラボー。よいしょよいしょ。はい、皆さんいい睡眠できてますか？ここグッドスリープラボは最高の睡眠を研究する研究所。いい睡眠で月曜日からスタートダッシュ決めてもらうために、毎週睡眠に関するトピックスやグッズなど研究成果を紹介するコーナーです。はいはい、まずは番組にメール届いてます。はいはい、こちらラジオネーム後頭部からこんにちはさんからいただきました。怖いなぁ。いや、そんな怖くないですよ。ラジオネームですか。いいんです、別に。はい、僕は音に敏感なタイプで、
時計の針はもちろん、冷蔵庫のブーンという音も気になって、うん、眠れなくなることがあります。なるほど。なので、どうしようもない時は耳栓をして寝ています。うん、はい。ちなみに皆さんが眠れなくなる時の原因って何ですかと、いただいております。原因？原因ね。はい、うんうんうん。いやでもそれこそ本番終わり家帰ってもね、うん、あまあそうですね、はいはい、アドレナリンとは、そう、はい、確かに、うん、あるからなかなか寝れない、なかなか寝れないですよね、昨日もね、はい、たまたま深夜まで、うん、あの向井と一緒に、はい、アメトークの収録やってて、はい、まあそれはそれは楽しいテーマで、はい、やったんですけど、まあ何とはまだ放送されてないので言えないですけど、まあ最後の最後で向井が大失敗してしまいまして、はい、うんうんうん、それがおもろすぎて俺一睡もできない。それおもろすぎて俺やったらもう舌噛んでるなってぐらいの、そんなぐらいミスミス、はいはいはい、綺麗なミス、はいはいはい、もう僕も、うん、はい、寝れました。僕家帰って、うん、あのめちゃくちゃ部屋をうろうろしてました。深夜徘徊、深夜徘徊、まあね、寝られへん、寝れないじゃないですか、受けても滑っても芸人って寝られへんの、うん、ね、はいはい、な感じだった。確かにな、いやマジであれは稀に見る大失敗ですね。稀に見る、ほんまに。本当ですか、うん、ほんまそうやね、うん。本当に最後の最後、大手っていうところを、はい、なんか、チェスの駒置いたみたいな。なんだ今のっていう。駒が違うやつ、ね。もう最後の最後に。うん、チェスのその形も、男性器みたいな形の。はい、どこの国のチェスみたいな。弾痕。弾痕。弾痕チェス。寝れないわ。まあでも確かに、でも、僕、この間、ほんまに、うん、いや、これは水曜日でも言ったんですけど、あの、マジで僕のこと好きやっつって。あら、うん、全部見てる、YouTube も、うん。で、男としてマジで好きやって言ってた女の子に逃げられたんですよ。激アツリーチお持ち帰りできず。なんでマジ悔しくて、うん、なんてやねんっていう。なんか無茶をしたわけでもない。全然ないっす。うん、最初なんやったら一緒に飲んでて、明日休みですよ。あらら、あ、そこから、そうです。向こうもね。で、2、3時間ね、ずーっと楽しく飲んでたはずなんですよ。うんうんうん、ほんなら急に、うん、明日すいません、7時から仕事なんですって言い出して、いやいやいや、そう言って、めちゃくちゃ情報が変わって、めっちゃ嫌われてる。言って、あと、あと、犬も死にそうですけど。犬も死にそうは言ってないですけど。それ言ってんの？同じ。その時は、さすがに悔しくて、寝れなかったっすね、その家帰って。確定やと思って行ってるもんな、はい。で、その時もちょうどバイクさんといて、ま、その女の子も、友達をバイクさんが狙ってて、うん、で、僕がまず失敗して、バイクさんも失敗したんですよ。その後のもう、その小競り合いで、いや、うん、森田が成功してたら、うん、あの絶対俺も行ったから、うん、お前の何なんお前みたいな、ずーっとあの恵比寿の喫煙所でずーっと小競り合い、20前半の小競り合いやで、そこの付き合いをやめたら、うん、なんすか言うてんちゃうの、森田がトイレ行ってる時にバイクとかが、はい、あいつほんま DV とか聞いてくれる、はい、あいつが終わらそうとしてんじゃん、自分が持てへんと分かったら、そんなそんな人間じゃないですか、嘘ついてさ、いやいや、えらい仲良いけどさ。そうですね、仲はいい。いやー、なんとか。俺はちょっとギラギラしちゃう。そうなんですかね。僕はでも結構寝れるんですよ。うん、寝れる。僕結構寝れまして、うん。あんまり寝れないなってないんですけど、うん、最近だと、僕、部屋が狭くて、家族で住んでるんですけど、うんうん、妻に自分でやってるところを見つかった時、あれ、ソロ活動。自分のソロ活動を、はい、もう扉開けたら、うん、もうバレるっていうところで、うんうん、やるしかないんですよ。うん、でも僕、いや、もうやるしかないよね。はい、まあ、ね。こっちもね、我慢してるんで、うん、我慢してるんで。で、パッて開けて、うん、パッて見つかって、僕ももう全然隠さないっていうか、うんうん、焦らないようにしてる。うんうん、よく来たなと。うん、おってやって、なら、妻が、もうって言ってます。いろいろ分かっての、もう。なるほど。で、それのもうが、すごく胸の中にもやもやして、全然寝れなかったです。かわいい話ですよ。もっと怒るなら怒ってほしい。怒るなら怒ってほしいですよ。何やねんとか言って。いや、大変な思いさせてるなっていうのもあんのよ、はい、うん、優しい、うん。そういうのもありました。はい、いい話ですよ、そうですね、これは。寝れない時。いろんな寝れない理由がありますね。寝れない理由があります。はい、はいはいうん。でもどうでしょう、まあ、寝具ね。うん、まあ、こだわりとか。はい。でも大事ですよね。大事でしょ。はい。で、森田くんは、もともとブレインスリープさんの枕とか、はいはいはい、マットレス使ってるという。そうです。企業案件までいただきましたから。あ、そうですか。はい、そうです。あ、そう。ブレインスリープさん。案件とか。ありがたいです。うちの袋も？袋もです。袋は？袋は本当企業案件真面目にやりますからね。本当？はい、まず来るのがすごいよね。袋を寝かそうっていう。ブレインスリープさんだけ。でも南川さんは？うん。あ、僕はもう本当に、うん、ザ
新聞紙でネタ。そんなわけないよ。雑新聞。下げようとしすぎて嘘ついて。嘘すぎて。そんなわけない。じゃあフローリングでいいやん。何言ってんの雑新聞紙。嘘が減る。でもブレインスリープを知らない。はいはい、全く知らないです。あ、持ってきてください。お願いします。いいんですか。ほら、そういう、あ、そういうシステム。のぶし、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 えー、あ、こんなにちゃんとマスコレスとね、そう、すごくない？すごい、えぇ、ー、いや、これ枕すごすごいんすよ。あ、枕も初めて？これ枕初めてです、僕。じゃあちょっと靴脱いで、うん、マットレスごと、うん、すいません、一旦預けちゃいますか。あの枕のあの形状というかね、構造はすごいですからね、発明、大発明、はい、あら、よっと横なって、はい、どうですか、よいしょ、あー、癒されてるわ。なんかこの柔らかすぎるわけではなくて、うん、頭の流線形にしっかりと支えがあるような形で流線形な、頭望み頭望みな、風の抵抗を防ぐためのしっかりと包まれるような感じで、うん、はいはい、めちゃめちゃ安心して寝れます、うん、はい、ね、向井さん、うん、はい、あ、言い忘れてました。何すか、何してんねん、すいません、申し訳ないです。何すか、ちょっとこのブレインスリープさんの枕とマットレス、うん、初めての人がこうやって横たわると、うん、ついついすぐ寝ちゃって、うん、なんか変な寝言言っちゃうんですよね。あ、それすいません、言うよ、うん、申し訳ないです、あれかわいそう、あ、寝ちゃってる、やっぱさすが、そう、やっぱすぐ寝ちゃうの、初めて来たら即落ちる、はい、これしょうがない、あ、なんか言おうか、なんか言いそうだぞ、なんか言うぞ、耳すいません、最近ヒコロヒー冷たい、いや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 、あんた起きてるやろ、起きてるやろ、もうちょい寝言に寄せろやはっきり言って、無にゃ無にゃぐらい言うてくれ、嘘でも最近ヒコロヒーが冷たい、たまに食べ口の時あるヒコロヒー、ヒコロヒー、ヒコロヒー忙しいねん、もうしゃあない、女優業もあるし、ね、もう M1 出てくれんぞ、 CM 今年は違うやつ見つけたのか、嫁と出ろやほんまや、あるよ、出たらええやん、南川と南川でいいやん、いやいや夫婦で仕事を3つぐらい来たけど妻が断ったんですよもう精査しなくて、あ、もうそれ選んでた、何のやつ断ったんでしたっけ、あのコストコのロケですいや結構でかいやつやん、いいやん、これコストコのやつとかはなんて断るんですか、そんなしょうもないことで、いや私がやるんですよ起きろお前お前お前寝言長いぞ、やばい、寝言やんな今、寝言よね、僕なんか言ってましたもん、あ、覚えてない、ヒコロヒーがなんか言うてる、うん、あ、そこまでよ、大事なこと、それちょっと最近うなされるんだ、妻どうですか、ね、枕の使い心地、めっちゃ、あ、これ、ね、本当にめっちゃ良くて、ね、ちょっとすごい、え、いいんすか、いや、いいんすかっていうか、いや、まあ、おいくらすると思ってんのこれ、いやでもこれは高いでしょ、さすがに真ん中でしょ、まあまあ、ね、うんうん、そう、うん、5,800円。なわけないやろ、おい。いつの時点で。おい、新聞紙感覚でいいんだよ。雑新聞紙。雑新聞紙。そんなわけないやろ、もう。超人の名前。自分でやっぱ給料がやっぱり10万円台なんで、その感覚でやらせていただいてます。給料10万のやつが5万の賞レース追加する。男気見せたくて。男気見せて。すいません。松竹を支えていくんですね、これから。もちろん、もちろん。スパイではないと。はい、スパイではなくて、スパイでしょ、地獄に行きたいだけです。地獄に行きたいがようわからんから。それだけは、訂正、訂正できます。頑張ってるからな。はい、そうですね、まあ、確かね、はい。奥さんにプレゼントですか、うん、ああ、そうしましょう。じゃないですか、はい、で、うん、奥様がもっと元気になっていただければ、うん、南川さんも飛躍するということで、うんうん、奥さんに、ブレインスリープ枕プレゼント、マジっすか、ありがとうございます。すいません。奥さん、これ、もうリアルでめっちゃするんでしょ、これ。いや、そうです。めっちゃするんでしょ。ちょっと5,800円、そうだ、出ていけな、ポストコ行ってこいブレインスリーププレゼンツ川島明の寝言、ブレインスリーププレゼンツ川島明の寝言、そろそろお別れのお時間ですが、こちらのコーナー行きましょう。今週の本望願寺の、私の同期で山形県住みます芸人のソラシド本坊さんから送られてきた近況と、スタッフが調べ上げた天心向井さんの近況を戦わせるコーナーです。森田さん、はい、南川さんにはどちらがよりお笑い界に貢献しているかを判定していただきたいと思います。はい、うん、まあ依然として本坊さんが20勝ぐらいリードしてしまった。あら、そんなにですか。だから先ほども言った通り、向井さんも、ね、うん、私と一緒にアメトークも出ました。はいはい、そうです、貢献してるんじゃないの、ブレイクしっかり勝ってるんですよ、はい、そうなんです、頑張ってます、うん、なので公平なね、はい、判断をね、はい、わかりました。それでは向井さんの近況です。はい、6月8日、うん、YouTube にアニメパリピ孔明の感想を投稿、うんうん、途中で言葉に詰まって泣く。いいでしょ。
前の回の感想の時も言葉に詰まって泣いてたし、え、着てる T シャツも一緒、うん、いや別にいい違うのこれね、ピックアップしてるの誰かの、誰かこれ、これ誰かがピックアップしてるんだけど、めちゃくちゃ悪意にまみれてさ、着てる T シャツも一緒ってなんすか、別にいいや、泣いてたし、泣いてたし、女口調っすよね、女性がいるかもちょっとね、あんまり好かれてない感じしますね、そうですね、なんか肝目線ですよね、うん、なんかね、不思議書いてはないですけどね、肝みたいなね、最後 YouTube 活動を報告してるんで、うん、しただけですから、これ、なんか嫌われてるような気がする、6月9日、はい、蒙古タンメン中本のメニューを再現したカップ麺、うん、辛馬魚介味噌混ぜそばのパッケージ写真を、はいはい、絶対にこの時間に食べたら罪、うん、とツイッターに投稿するが、食べたかどうかは教えない、いや、違うな、これなんすか、そうかそうか、いやそうかそうか、ね、ちょっと嫌な SNS 活動がね、いやこれ以外の仕事のやつを食べてないですね、うん、まあまあこれは教えてくれない、どっちだ、食べた、よう食べ、よう食べ、食べ、食べ、食べんてない、なんで仲本芸人って出といて、あれ食べへん、食べるよ、食べたよ、食べたんですね、なんかね、そういう時ありますよね、食べないけどっていう、一応なんかね、宣伝のために一応まあ出たんで、その仲本芸人出た瞬間に仲本のことつぼやかへんっていう人もいるから、確かに、ゴールじゃないっていうね、いや、じゃあ食べたって言って、じゃあ、じゃあ悪意があるんですよ、これも、ね、仕事のやつツイート見て、6月12日、朝から氷結を飲んでいるおばあちゃんに睨まれるということです。以上です。いや、そこだけで終わる朝から氷結。以上です。いや、別にびっくりしたんですよ。駅降りたらめちゃくちゃ氷結飲みながらこっち睨んでるおばあちゃん。マジかね。もう決まってますね。そこ熱いやん。相当決まってますね。これ覚えておいてください、向井さん。仕事してないやん。ちょっと今の見る限りでは全然仕事してない。やってんねん。やってんすか、やってんねんけどな。今日は向井さん悪い、本坊さん、強いですわ。本坊さん、はい、お願いします。本坊さん、はい、高校生の前で60分の講演会に行ってきました、うん、すごい、僕の経験をもとに進路を考えてもらおうという趣旨でした、うん、プロジェクターにお弁当がもらえなくて泣いている大工の時の写真を載せたら全く受けませんでしたさあ素朴やからな、まあ、そういう山形の子は。そのまま70分滑り続け、滑っているのに10分押してしまう謎のムーブをしました。感覚がおかしなったよな。だいたい巻くけどな。僕も先生も生徒もかわいそうでした。全員が。全員も。珍しい。誰も笑い。全くしてない。僕も辛い。全存。先生もっと辛い。全存か。全存。全存。全存ライブ。まさかの。全存ライブ。という、近況を。まあでも講演会してます。でも知ってますからね。結果はどうもあれ、講演会はやってます。やってますから。ギャラももらってますよ、正直に。多分同じ。経済は動かしてる。でも動かしてる。同じ向井さんは睨まれた。それでは、どちらがよりお笑い界に貢献していましたか、森田さん、南川さん、せーのでお願いします。せーの。本坊さん。本坊さんの完全勝利。やっぱりそうですね。もう断然に。一生懸命さはね、まあ、受ける滑りじゃないからね。はい。全存中学ですか、全存中学って何やねん、全裸家族いらっしゃる、全存中学、全裸中学、全裸中学、それ全裸中学もそれ以来ですか、下を見ろ俺がいる、すいません向井さん頑張ってください、ね、仕事してるのマジで、ピンクしてるやつ見つけて教えてマジで以上今週の本坊がんじでした、うん、番組では皆さんからのメールをお待ちしております。宛先はすべて小文字で、寝言アットマーク tbs.co.jp、 寝言のスペルは NEGOTO です。番組ホームページや公式ツイッターアカウントではスタジオの様子などの写真もアップしております。ツイッター連動企画も今週もやります。おとある一つの言葉を答えとして設定しますので、その答えに合った大喜利のお題を考えてください。今回のテーマはコウモリです。コウモリ。コウモリって答えが面白くなるような大喜利のお題をツイッターに送ってください。あれ以上あるんすか？ないですよ。半年ぶりに洗濯機を回して出てきたものとは。まあ無理ですよ。ジョーカーも驚き。半年ぶりに洗濯機を回す。すごいよな。あれを超えてほしい。確かに。頑張ってください。ツイートする際にはハッシュタグ川島寝言、ハッシュタグ逆大喜利をお忘れなく。秀逸なツイートをしてくれたリスナーの方には1ポイント、5ポイントでブレインスリープさんの枕ゲットです。締め切りは7月9日土曜日です。そして川島明の寝言は放送から1ヶ月間、ポッドキャストでも配信されます。
ラジコのタイムフリーとともにこちらもチェックしてくださいということで、うん、お二人今日ありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか社長。本当にいや本当にね、なんか南川さんとね、出させていただいたんで、うん、ありがたいなと思うんですけど、はい、だから今後この男をどうやって僕もね、そのうまいこと松竹と付き合わないといけないんで、うん、そうそう終わって僕も多分南川さんのマネージャーにちょっと怒られると思うんですよ。まあ、今日はそれはもうしょうがないですよ、はいはい、なのでちょっとうまいこと今後ちょっと付き合っていく指南をまたちょっと教えていただきたいなというか、南川さんは火薬やけど火つけてるのは森田さんやから、はい、そうなんですよそうなんですよ。着火してお笑いながらタバコ吸うってさ、そうですよ僕はただ火薬持ってる。ダメよ、ガソリンスタンドの前、近くで。そう、そのからくりバレたら俺も怒られる。そうなんですよ。バッチクとしてね。はい。僕はリモコンを当てられただけなんです。リモコンと両国だけですから。はい、ちなみに来週のゲスト、はい、ナス中西なんです。あ、うん、ナス中さん。ちょっとなんか伝えておくことあったら言っときます、ね。ナスさんの奥さん。うん、もう結婚された最近。そうよ、そうよ、最近。綺麗な奥さん、ナスさんの奥さん。うんうん、すごい痛いですよ。やめろって。やめろって。そう。何がどういうところですか。一個だけいいですか。痛くないでしょ。別に。僕なんか現場で会ったことがあって、うん、あ奥さんと。奥さんと。はい、でその時ね僕ね昔に会ったことあるらしいんですけど、うん、でも僕覚えてなくて、うんまあね、で奥さんだけ覚えてはって、うん、私のことを。覚えてるって第一声言われていきなり、うん、で覚えてないから、うん、あ誰ですかって言ったら、うん、なすなかにしなすのってさ小指立てて小指立てて小指立てて下を鳴らすって鳴らされて嫁だよって言われたらこいつバリたいなと思ったんですよ。それがことづてですか。ことづて、はい、伝えといていいですか。それはもちろん言ってますし、うん、何なんですかって言ってるんで、うん、そんなことについて追求してください。あんたの嫁も痛いですけどね、はい、いやいや痛さのジャンルが違う。正直やっぱ痛い嫁を見とる見とる見とりがちです見とりがちです。なんとかしてください本当に。来週も私の寝言にお付き合いください。ここまでのお相手は麒麟の川島明と天使向井とさらば青春の光森田と南川でした。それでは皆さんグッドスリープグッドライフ。